お世話になります、ひとりでございます。今回は初代御三家がレイドバトルに出現しやすくなっているということで情報をシェアさせていただきます。情報の公式のソースはわからないんですが、どうやら初代御三家の最終進化系以外、つまり不思議だね、不思議そう、人影、リザード、ゼニガメ、カメールが出現するとのことです。これが注目されているのはポケモン自体というよりアイテムにあって、不思議だね、不思議そうはドクドク玉、人影、リザードは火炎玉、ゼニガメ、カメールは命の玉のレアアイテムが入手できるので注目されてるみたいですね。で、入手確率はどうやら 50% らしくて、持ってない方は超朗報ですね。ちなみに私はつい先日トーナメントを自動周回できるコントローラーを買って手に入れたので、めっちゃもったいないことした気分ですわ。あと夢特性も出現するらしいので、今のうちに捕まえとくのがいいですね。完全になお期限については公式の情報が見つからなかったので分かりません。非公式のサイトでは3月2日とか書いてありましたが、いずれにしても早くやっておきましょう。私はもうすでに何回か見かけてるんですが、とりあえずやってみたいと思います。おそらく出現場所はいつものレイドバトルと同様で、どこでも出現すると思いますので、早速行きたいと思います。まあ、適当にやってみましょうか。で、願いの塊投げ込んでいきますと。はい、これで中身を見まして、あ、ミュウツーちゃんちょっとこれみんなで挑戦やって中身入れ替えてみましょうか。みんなで挑戦やって、オンボタンを押して設定から、本体で日付と時刻を1日進めるというやつですね。例の裏技をちょっとやってみて、ちょっとこれで探してみたいと思います。あ、出ましたね。これ多分ゼニガメだと思いますので、やってみましょうか。これ無限ダイナでいきましょう。はい、ゼニガメ来ました。かわいいっすねちょっと背がちっちゃいような気がするけど、まあそれはいいや。やっぱ目がでけえな。目が尋常じゃなくでかいし、眉毛がちっちゃすぎる。まあこれ一発で倒せるでしょ多分。ダイマックス、そう、はい。あ、一発じゃ無理か、さすがに。すぐ終わりですねこれは。オッケーオッケー、普通に倒せましたと。はい、で見てみますと、これは運がいいと命の玉もらえるみたいですけど、まあとりあえずもらえなかったということで、まあ残念ですね。はいはい、激流、あ、これは特性、夢特性じゃないですね。夢特性は雨受け皿なんで夢特性ではないですけど、まあこんな感じで出てくるということですね。これは私の試験なんですが、巨大マックスのできるポケモンっているじゃないですか。先ほど出てきたオーロンゲとかストリンダーとかみたいな感じで、あいつらが出てきた時にその巣で裏技をやれば、多分おそらく何回かやればゼニガメとか、そういった期間限定のポケモンが出てくると思います。まあとりあえず他のところもやってみましょうか。はい、オッケー、次ここでやってみましょう。願いの塊投げていく、頼む。いや、来ないですね。違う、ちゃうなー。あー、来ない、来いよ、頼む、来てくれ。あ、人影来ましたね。まあ多分これね、巨大マックスができる系じゃなくても期間限定ポケモンだったら変えれば多分ね、ゼニガメとかカメールとかも出てくるんじゃないかなと思います。まあとりあえずね、これポケモン変えてやっていきましょうか。あ、サンパワーだ3パワー、夢特性来ましたね、ちゃんと。あ、出ちゃった、マジか、捕まえれなかったわ、マジか最悪だわ。うわ、火炎玉じゃん、マジやばくないっすかこれ。やっぱ入手確率 50% っていうのは嘘じゃないっぽいっすね。確率確か 3% とかかな。リーグ周回やってですからね、めっちゃきついですから、これでゲットできるのはめっちゃありがたいんじゃないかなと思います。まあとりあえずゲットということで、ちょっともう一回入れてみましょうか。あ、来たんじゃない、これ多分カメールっぽい気がしますね。オッケー、やっていきましょう。まあ適当に捕まえときましょう。はい、捕まえましたと。あ、命の玉来ましたね。やっぱすげえな、確率尋常じゃないっすねこいつ。1ターン目ですよ、カメール。すごいこれは。はい、激流か、夢特性ではないっすね。夢特性欲しいなこいつの。あと不思議そうだけ見たいな。あ、来ましたね、期間限定のやつ出ましたら、そこでみんなで挑戦やった方がいいっすね多分。それしたら出れますんで多分。こいつ不思議そうか、不思議そうだよねこれ。あれ、不思議だね、あれ不思議だねって毒タイプもあるんだ。草だけじゃなかったっけ、不思議そうから毒タイプあるんじゃなかったっけ、違うっけ。オッケー、倒しましたね、バリア残ってる状態で倒しましたわ。オッケー、ゲットしましたね。あ、毒毒ドガマ来ましたね、すげえな、やっぱめっちゃ確率高いな、これは絶対やるべきっすね本当に。オッケーオッケー、ラッキーラッキー。はい、草毒タイプ、新緑、うわー、これ夢特性じゃないっすね。はい、願いの塊入れていきますよと。あ、リザードっぽいっすねこれ。これ今までやってきて一個もダブってないんすよポケモンが。そういうことないんで、多分これダブらないように調整されてるのかもしんないっすね、もしかしたら。はい、来ました、かっこいいな。うわ、また3パワー来ましたね。いらないんだよなー、でもこいつの。あ、捕まえれなかったしまあいらないんだけどね、火炎玉はなかったっすね。オッケー、ここに入れてきますよ。あ、来ましたね、人影は。でもいいや、みんなで挑戦やっていきましょう。ここでまた例の裏技やって、こいつ不思議そう不思議だね、多分こいつ不思議そうなんじゃないかなと思います。行きましょう。あ、来ましたね、ちゃんと。ナイスナイス。おい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 、マジかよ。
あ、でも毒毒玉もう一個ゲットしましたね。これやばくねえすか。マジか、捕まえらんないの。あ、また出ましたね。ここでもう一回やりましょうか。おっしゃ、不思議そう出てきましたのでやっていきましょう。オッケーオッケー、余裕っすね。ありがとう味方、ありがとう。強いな。ちなみに今知ったんですけど、さっき調べてたら、あの特別なイベントのレイドバトルでは捕獲率ってのはちょっと低めみたいですね。でダークボールが一番いいみたいです。なんかどうやらポケモンの巣はなんかね、ダークボールの洞窟扱いみたいな感じになるらしいですね、どうやら。なのでダークボールが一番入手しやすいらしいです。私今知りました。毒毒玉、オッケーオッケー。はい、草毒、ヨーロッツ来ました。できた、ラッキーラッキー。これはいいっすね、嬉しい嬉しい。とりあえず、あー、ゼニガメの夢特性手に入れてないかな。あと3パワーのやつ逃しちゃったけど、まああいつらも出てきたということで、まあとりあえずね、証明はできたんじゃないかなと思います。まあそんな感じでゲットできるのでね、皆さんもゲットしてみてはいい、皆さんもゲットしてみてはどうでしょうか。まあ私の個人的な感想としては、ギバナだそうよー。